皆さんこんにちは。美味しくってヘルシー、濃厚なかぼちゃのパンプキンケーキをご紹介していきます。材料はこちら、12センチ丸型1台分をご紹介します。かぼちゃ1/8個、種は先に取る方が良しでした。これ失敗。600W4分、ラップをして加熱をしていきます。ボウルに卵を2個溶きほぐします。こちら卵は M サイズを使いました。パカッと割っていきます。卵は平らなところで割った方がいいそうです。栄養士の実習で勉強しました。あの時はたくさん怒られました。ちょっと苦い思い出ですが、今に役立ってよかったです。切るように混ぜていきます。手首のスナップを効かせながらボウルにぶつかるように混ぜていってください。これ慣れるとすぐできるので、ちょっと意識してやってみてください。うん、大丈夫。こうやって手首にね、ちょっと斜めにボールを向けながら斜めに行くと、少ない力で早く混ぜられます。こちらお砂糖と米粉を入れていきます。70g 大さじ3、シナモンを小さじ1/2、シナモンはお好みで入れてください。苦手な方もいらっしゃるのでね、もうなんかシナモンセンサーが働いて、あ、これシナモンダメ、上っていう感じでね。失礼しました。かぼちゃの栄養は野菜の中でも嬉しいことにトップクラスなんですって。美肌、免疫、血行促進ということですね。もうあっちこっちそっち、どこに転んでも嬉しい限りです。うん、馴染んできましたね。ツヤが出た。そこでバニラを入れます。これ香りのポイント、魔法です。同じ甘さでも甘みを強く感じられるんですって。生クリーム 200ml、 今回はみんなが食べられるように豆乳ホイップを使用しました。みんなというのは乳が苦手な方向けということです。か弱いあなたはフードプロセッサーやミキサーなど電動のマシンを使ってください。全部入れてその時はピーッと混ぜれば一瞬で終わります。ありがたい文明の利器。かぼちゃが冷めたらラップを取って潰していきます。今回洗い物が少なくて済むかなと思いフォークで混ぜましたが、時短とか力が楽とか、そういう場合は別のものを選んでください。いやー、これいつも悩むんですよね。楽を取るか洗い物を取るか力を取るか。はい、ところでかぼちゃの方に液を入れるのなんでということでですね、そんな視聴者さんの方がいらっしゃったらお答えしようかな。勝手に答えちゃいます。ダマ防止作戦です。ケーキを切る時のポイントは、重たい方に混ぜ合わせていきます。失敗がないです。ズボラ流型紙の敷き方をご紹介します。型よりも大きめにオーブンペーパーをカットして水でたっぷり濡らしてからシワシワにしてギュッと絞って、型に合わせて底側にタラーンと紙を垂らしてください。はい、できました。なんで楽なんだ、嬉しい。目いっぱい生地に、はい、入れていきます。アレンジいろいろあるのでサイズ変えて焼いてみてください。余熱済み、オーブン180°30分、調整しました。できました。ヘルシーで美味しいパンプキンケーキが完成しましたよ。必ず冷やしてから切ってお召し上がりください。グッと美味しいです。皆さん、ご視聴本当にありがとうございました。